イエロートルネード、モロクマスペシャルが炸裂するか。トータルバレー、なにわの機動戦士が打ち砕くか。春の東京に若い力がスパークします。穏やかな東京、国立代々木競技場第一体育館特設コートには頂点まであと一つと迫った2チームが決戦の時を待っています。第27回春の高校バレー決勝戦は、超高校級スーパーエース諸木間直樹を擁する熊本県代表私立鎮西高校と、過去この大会優勝3回2年連続決勝進出、昨年の悔しさを晴らしたい大阪第一代表大阪商業大学高校の対戦になりました。放送席解説は元全日本名センタープレーヤー、現在は日本体育大学バレーボール部監督の森田淳吾さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実況関西テレビ毛利八郎でお送りしてまいりますが、さて森田さん、はい、この試合5セットマッチなんですが、両チームここまで1セットもまだ落としてないんですね、はい、そうですね、本当に両チームともずば抜けて力が抜きんでて素晴らしいチームですよね、ですから今日はですね、鎮西の方はやっぱり諸熊直樹を中心に、はい、攻めのバレー展開ですよね、はい、大将団の方は6人の組織バレーと、第1セットはコート右の大阪商業大学高校大正大高校のサーブで始まりました。まず大正大が点を取りましたが、本当に昨日は鎮西は14点を取られて、まあ、16対14というのが一度あったんですけれども、まあ、両チームともに予選では相手チームに2桁得点すら許していないんですね、そうですね、本当に両方のチームがですね、6人一緒になってやっぱり力を合わせてやってきている、非常に練習でも詰めた練習やってるなというものがやっぱりここまで来る過程に見ましたよね、さあ大正大がまたサーブ権を奪い返しましたが、大正大のスターティング6、1番河村レフトのプレイヤー、2番の伊藤がセンタープレイヤー、4番がエースの吉田です。そして5番センタープレイヤー奥谷、6番がセッターの山本、そして注目1年生の久保、ライトのプレイヤーサウスポー、平均身長1メーター86センチです。一方のコートの左、イエロートルネード鎮西高校のスターティングシックスです。こちらは全く予選そして1回戦からメンバー変えていません。センタープレイヤーの杉山、それから小林勤がレフトのプレイヤー、浦部正義がセンター、注目諸熊直樹レフトのプレイヤー、そのお兄さん諸熊秀人ライトのプレイヤー、そして操るセッター8番の藤本秀樹、平均身長が188センチです。まあ、森田さん、はい、平均身長もほとんど約1センチ鎮西のは上回ってるわけですけれども、まあ、それほどこう高さの面では変わりありませんかね。そうですね、まあ力強さを比較しますとやや鎮西かなと、はい、でやっぱり6人の総合力を判断しますと、まあ、これもやや大正大かなという感じしますよね、はい、2対1です。鎮西がまず第1セット先に1点を抜け出しましたが、さあ今打ちましたのが2番の小林勤、そして押し込んだのが1番の杉山。鎮西の畑野監督は、まあ、とにかくうちは個人個人の能力が集まってチームを作っているチーム、それに対して大正大というのは組織のバレーなんだ、はい、ただ組織というのは崩すことはできるんですよということを話してましたがね、よくそう言われますよね、ちょっと崩れますとそこからもうボロボロもろくなってくるというようなこと言われますけどね、はい、まあ決勝に来てやっぱり両方とも勝ちたいですからね、そう簡単には崩れないと思いますよ、はい、まあ、畑野監督最初はね多少打たれるのは仕方がない、まあ、ただしうちはマンマークでしっかりとついていくんで、ブロックたとえ止められなくてもワンタッチ手に当てさえすればなんとかできるんだということを話していましたが、そうですね、でこの小林君もね、諸熊君の陰に隠れてるんですけど、非常にこの大会調子いいですよね、はい、まあ、そしてなんといってもこちらは4番の諸熊、まあ、昨日はあまり良くありませんね、出来がね、そうですね、やっぱり正月からちょっとね肩が思わしくない、はい、ですから当然打ち込みが少なくなっていると、はい、いう心配が出てますよね。昨日はバックアタックの決定率が 35%、 それからスパイク決定率 41.5% で、まあ、諸熊にしてはこれ森田さんあまり良くないんですよね。不満でしょうね、まあ、畑野監督はこのとにかく諸熊がどれだけやってくれるかにかかってくるんで、はい、もう少し決定力をつけてほしいということでしたが、さあ4対1と抜け出しました。しかし大正大にサーブが変わります。大正大の酒井監督はとにかく諸熊に多少打たれるのは仕方がないけれど、相手も高校生なんだから 100% というわけはないんだし、まあ、こういうね、ミスありますからね、そうですね、うちもブロックでワンタッチさえ取れればなんとかなるんじゃないか、それと、まあ、去年のメンバーが4人残ってるんですね、大正大の方はね、はい、まあ、去年決勝戦は上がってボロボロになってしまったけれども、今年はそんなこともないんで、飛躍者を知っているメンバーが意地を見せてくれるんじゃないでしょうかということを話していましたが、そうですか、でもね、諸熊諸熊ってやってますとね、この1番の杉山君あたりにね、はい、やられますからね、
さあ正代はセンターの速攻を使います。1年生の奥谷です。こちらは五六馬です。あ、今のはワンタッチはありませんか。鎮西高校のこの4番をつけている諸熊直樹、双子の弟さん、5番の諸熊秀人がお兄さんです。まあ、そして2番の小林も実は双子なんですが、小林智は弟、そしてベンチの中に入っている6番の小林悟がお兄さんと。まあ、しかし森田さん、あの1チームに双子が2組というのもちょっと珍しいんですが ね、まあ、片や2男性と、ね、はい、あの顔が違いますけども。そうですね、小林の方は1男性、それから諸熊の方は2男性ですから、はい、まあ、双子といってもちょっと顔は違うんですけど。そうですね、さあこれは諸熊がフェイントにしました。この辺りうまいですかね。そうですね、あの藤本君のトスが乱れたんですけどね、この大会ね、ちょっと8番の藤本君がね、はい、ちょっとトスがばらつきあるんですよね。まあ、昨日はあの2アタックなどを見せたんですが、畑野監督は今日はそんなことを考えずにセッターに徹してほしいと話しました、打ち込んだ1番の川村、こちらは非常に落ち着いたキャプテン、伊藤派のキャプテンです。中学校でも日本一だし、高校でも負けない、みんなの気持ちが一つになった、今日は全力で頑張りますというのが川村でしたが、さあボールが返ってきます。さあその藤本が上げて、今度はライトから諸熊直樹、ストレートを打ちましたがアウトですか。サイドラインを割りました。まあ、諸熊は今日のこの試合前に、とにかく昨日はジャンプせずに打ったり、決めるところを決められなかったり、いい加減なことをしてしまいました。今日は体調も整えたし、しっかりと打って、しっかりバックアタックも決めていきますということを話していましたが、さあ流れを切ったのは3番の浦部です。それとやはりこの人の裏でのキャプテンシーというのも光りますね。チームリーダーとしてね、いろいろアドバイスしたり引っ張ったり怒ったりね、はい、いろんなやっぱり締め方してますよね。鎮西はこの3番の浦部、それから4番の諸熊直樹が全日本ユースの中心のメンバーだったわけですね。そうですね、昨年の8月の末から9月をプエルトリコで行われました全日本ユース銅メダル、そして監督の畑野久雄監督はその全日本ユースのコーチで行かれていました。さあここはセンター浦部フェイント、これも大正大よく拾っている。そしてレフトに回った吉田が打ちました、吉田隆司。大正大はやはりこの人がエースということになりますかね。昨日も大奮闘でしたからね。そうですね、この大会4試合での決定率は 54.5%、 昨日は 54.4% の決定率を誇っています。そしてバックアタックは 75% でしたが、これを止めた諸熊直樹。そうですね、ですからあの大正大の方はね、やっぱり攻めが単調になると、やっぱりあの鎮西の方がやや大きいですからね、ブロック力ありますからね、はい、ですから単調にならない攻めをしなきゃいけませんね。さあここはレフトの吉田に振って、まだ上がっています諸熊直樹。3番の浦部がトスにして、そしてバックアタックのフェイントですが、ブロック3枚、バックアタック3枚飛びましたね。そうですね、あの狙いは良かったですね、フェイントでね。はい、これです、ご覧いただきましょう。諸熊をフェイントを使ったんですが、バックアタックは止められました。時間差ちょっとコンビが乱れましたか、はい、なんと、あ、こういうミスはあまりしない大正大高校なんですが、ね、やっぱりちょっと打ち急ぎしてますよね。酒井純監督は28歳、平成5年6月からこの大正大高校の監督になって3年目です。時間差で入っていきました、4番の吉田隆司です。非常に思い切りのいい強打派、明るいムードを持っているのがこの吉田隆二2年生です。川村、そして吉田隆二、伊藤、山本といった4人が昨年の準優勝を経験しています。そして今打ったのが1年生の久保、畑野監督はこの1年生久保が要注意なんだということも話していました。そうですね、あの時間差クイックを絡めてね、割と時間差の決定率が高いんですよね。はい、5対4でサイドアウトが続いていますが、久保、これは決まりません。さあ藤本はライトから諸熊直樹のバックアタック、さあ拾っています。いいとこだったぞ、打てないか。あ、もう一度チャンスボールはコート左の鎮西高校、イエロートルネード、そして打ったのは2番の小林智、小林兄弟の弟さんです。さあ今立ち上がっているのは、これは諸熊君のお母さんなんですね。そうですね、あの元金棒の選手でして、お父さんもバレーボールをやっていた。そうですね、はい、そしてお姉さんはあの戦場高校で春ベスト8、現在は東京学芸大学のエース、まあ、もそまさにあのバレーボール一家なんですね。そうですね、この諸熊兄弟が4番5番をつけて今日はコートにいます。さあジャンプサー、
6対4と第1セット2点のリードは鎮西高校ですが、まあ、両チームここまでの動きというのはどういうふうにご覧になりますか。いや、お互いにね、よくあの持ち味出していますよね。はい、6対5、1点差に追い上げてきました。とにかく両チーム秋以降公式戦ではまずまだ1セットも落としていません。そしてこの大会でも1セットも落とさずに勝ち上がってきましたが、今のはブロックでした。今のは2番の小林くんですかね。はい、畑野監督はこの人には打つ方よりも守りブロックで頑張ってほしいということを話していましたが、ブロックとね、あとサーブレシーブが非常にいいですね。さあ今度は川村です。レフトから川村、こちらもレフトも6番、あ、タッチネットですか。今もねトスがね近いんですよね。はい、6番タッチネットになってしまいました。もう一度ご覧いただきましょう。今日もやや藤本君のトスが不安定という。そうですね、今度は時間差、ボールのね、パスの下に入ってくるのはちょっと遅いんですね。あ、そうですか。ですから上げるときにちょっとひねりの動作が入ってしまうわけですよね。その分だけトスがぶれてくるんですよ。はい、森さん、はい、鎮西高校のベンチなんですけれどもね、畑野監督はね、やはりあの逆に諸熊の方にですね、はい、肘を高く上げてもっと打点を上げて、そしてしっかり打ち抜きなさいと、こんなことを言ってますね。そうですか。東海テレビの森脇敦アナウンサーから鎮西高校のベンチのリポートを入れてもらいました。森田さん、実はその諸熊なんですが、12月から肩を痛めまして、そうなんですよね、なんか1月2月はあまり打ち込みができなかったそうなんですね。はい、結局それが響いてきちゃいますから、こういう長丁場の試合になりますとやっぱりこう調子が出にくくなりますよね。はい、畑野監督はバランスが悪い、でまだ諸熊の持っている力の半分も出てないんじゃないかということを言ってましたが、僕もそう思いますね。あ、そうですか。さあしかし8対5となりまして、大正大高校が1回目の作戦タイムを取りました。何本も抜けれるやろうか、それ自分の中に先頭が出てるの。しゃがじまいば、もう少し長めに上げろ、長めに長めに高めに、ええから、今抜けてんねんから、いけるいける、ええか、ほんで得点取る時もっと強気でいけ、お前ええから、ブロックぶちゃって恥がええねん、ええか、逃げるな絶対、ええか、ついていくついていって絶対いけるぞ、行くぞ。言われた通りのレシーブフォーメーション入れ、前へ折れ、行った前へ行け、3枚飛んだ前へ両絞れ、もっと大正大高校、酒井淳監督は28歳ですが、この大正大高校自体は60年の石川インターハイで優勝しました。その後筑波大学、そして2年間東レの日本リーグでブロック賞などを取りました。平成5年の6月から監督、しかしその横で今日も指示を出していました上野久志総監督、こちらは森田さんも38年の大ベテランで、そうですね、まあ、高校、はい、酒井監督もね、私ユニバーシアードで監督選手を感じてやったんですけどね、はい、非常に真面目な選手なんですよね。ですからそれがこうチームの中に出てますよね。そうですね、9対5となりましたが、サーブ権を奪い返しました大正大高校です。さあ鎮西は諸熊フェイントです。まだちょっと合いませんか ね、 ね、今度はセンターを使いました川村、レフトの川村をセンターに持っていって打たせました。さあ9対6、3点差。第1セット立ち上がり終始リードというのが鎮西高校ですが、2で返しました、上がった、もう一度藤本を上げて切り返す。さあ3番の浦部、やはりここは諸熊直樹、高いんですがワンタッチはありません。今日のファーストレフリーは東京の大塚達也さん、そしてセカンドレフリー同じく東京の岡田正春さんですが、ワンタッチありませんで2点差になりました。今度はどうか、もう一本諸熊に行きます。今度はワンタッチありました。あのちょっとリズムが崩れた時にですね、はい、あのタイミングがずれちゃうんですよね。今のは 1-2-3 で打てるから、いいジャンプといいフォームで打てるんですよ。はい、あ、ブロックで押し込みです。さあもう一度鎮西はチャンスボール、藤本、やはり諸熊に行く、高い、いいですね、これは高さがありましたね。まあ、そうするとちょっとタイミングがずれたときにどういうふうに打ってくるか、そうですね、あのバランス崩れたときに、そこで力を入れ具合、抜き具合、ちょっとそれがまだ打ち込み不足だからできなかったと、はい、いうことだと思うんですよね。森さん、はい、宮城さんですね、ベンチの方に3番の平田が呼ばれましたね。平田総研が、はい、もしかすると、この後あるいはリポートスイッチということも考えられるかもしれません。はい、現在は2番につけて1メーター90センチ伊藤純が入っているんですが、
まあ、昨日第2セットちょっとこの精神的に潰されてしまって、まあ、昨日は平を途中から入れた大正大高校なんですが、伊藤は昨年もこの大会を経験しているんですけれども、まあ、かなり注目を集めてまして、そういうのはやっぱりプレッシャーにあるんでしょうね。この大会の準々決勝準決勝来ましたな、差込んでましたな、はい、1点差になりまして、今度は鎮西高校赤野監督がタイムアウトです。楽にね、一人一人がやっぱ仕事をやっていかないでね、できんだダメ、しっかり飛んだらいいんだから、ね、飛んだら決まるんだから、いいか、あとレシーブ頑張って、ああ第1セット10対9と追い上げられましたイエロートルネード、熊本県代表鎮西高校、さあ諸熊がどう頑張るか。そしてベンチから片野久雄監督が今比較的森田さん落ち着いた感じでの指示でしたが ね、 だいぶね、腹の中で、ね、押し殺してますよ。そうですか、片野監督は日体大レフトのエースで活躍されましたが、ちょうど森田さんの先輩になるわけですね。はい、1球になりますね、部屋の長でだいぶ可愛がっていただきましたけども、はい、そうですか、まあ、そしてその後神戸製鋼、それから昭和49年に熊本に帰りまして鎮西高校監督22年ということなんですが、さあ一気にここは逆転しましたね。そうですね、ちょっと使い方が単調になりましたね、はい、もうちょっと絡ましたらいいと思いますね。両チームともに2桁に乗りました。第1セットまずここからですかね。今度はモロクマ高かった、決めたモロクマ直樹が決めました。正面に入ってるけども上がりませんもんね。そうですね、全日本ユースのエースです。ベストスコア賞も獲得しました。強敵に多くポイントを上げているという、そしてサーブポイントが出ました。これで11対11、同点に追いつきました。第1セット、さっきシャットアウト食らったのをお返ししましたね。はい、はい、さあ同点、こちらは吉田、こちらも高い、ナイスタイクですね、はい、あ、ここで大正大高校はメンバーを変えます。まあ、伊藤が今あまりまあレシーブは良くないんで、そうですね、はい、でこのままフォワード前でつなげていくつもりじゃないですかね、はい、あの終わりセットの終わりですから。平翔健は2年生、1m82cm、 どこのポジションでもこなせます、オールラウンドのプレイヤーです。さあここは小林勤が打ちましたが、ワンタッチがあります、ワンタッチがありました。第1セット現在11対11、予想にかかわらず大接戦になりました。1番の杉山のサーブ、1人飛ばして吉田決めています。レフトの方へ回り込んで打って、さあサーブ権を奪い返しました。大正大の方は連続失点というのはないですからね、はい、ベンチも割と安心して見てられると思いますよ、1年生の久保のジャンプサーブです。ライトから諸熊のお兄さん諸熊秀人ですが、こちらはレフトの吉田を使う、ブロックは決まったか、決まりましたね、ブロックが決まりました、はい、決まってですね、はい、そのボールが直接鎮西のコートに入ってましたよね、すごい手で出てくるところですね。そうですね、サーブゲームはまたコート左の鎮西です。一人時間差、これは決めました。5番、1年生の奥谷、1年生の割には安定してプレーをするそつがないという、はい、そうですね、奥谷君と久保君ですね、はい、頑張ってますね、ここはお返しの1人時間差だ、杉山和也が決めました。1人時間差、この人はもう1セット目からね、いいゲームですよね、これ。そうですね、はい、まあ第1セットから全く分かりません。11対11、サイドアウト6回になりました。今度はバックアタック、ブロック止めた、モロクマが止めた1枚です。さあ鎮西のベンチとしてはこのブロックでリズム掴んで先に行きたいですね、はい、12対11、コート左鎮西高校イエロートルネード、まずワンポイント抜け出しました。さあこちらは川村です。そして大正大高校、今度はまず伊藤を元に戻して、戻しましたね、はい、それからピンチサーバーで9番の川田俊也を入れてきました。過去4試合とも全てこの川田はピンチサーバーで起用されています。奈良の高野高校の出身、
この人も全国中学優勝の経験があります。あっ、まあ、いない。今のはどうしたんでしょうか。サイン違いですね。サイン違いですか、さあこれで同点になりました。12対12。この監督、そしてこちら酒井監督、ここからです。両チーム1セットを取るまであと3点。高いトス、オルクマナオキに打たせました。今のは手で見てましたね、はい、今大会最大の注目のアタッカー、高さとパワーは超高校級です。そしておなじみこちら黄色のウィンドブレーカーを着ての応援は鎮西高校。速攻ブロック、ダメですね。3番の浦部君、はい、夢は世界に飛び出すことだというふうに話していました。その浦部が決めました。さあこれでまた13対12。大正大高校、今度は作戦タイム2回目を取りました。全部山根君やろ、はい、山根君の身になぜそういうところですか。そういうように引きつけといて打たせたらやろう。今今今今な、引かてねえからしっかり引きつけて、エースを上、エースを上、頑張ろう。さあ行こう、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 みんなでカバーされよ、カバーされ、行こう。さあ行こう、行こう。大正大高校は、大正大高校春の高校バレー決勝進出はこれが9回目、勝てば20年ぶり4回目の優勝になります。一方の鎮西高校は3年ぶり2回目の決勝戦進出、勝てば春の高校バレー初めての優勝になりますが、さあ第1セットどちらが取るか。ブロック、しかしまだフォローがある。ネット上の押し合いですが、オーバーネットになってしまいましたか。さあ14点目が入りました。鎮西高校第1セットセットポイント1回目。まだ両チームともに秋以降公式戦1セットも落としていませんが、大正大高校が先に1セットを失うかどうか、鎮西が第1セット取るかどうか。川村、これは決まりました。ギリギリありましたね、はい、よく踏ん張りました、はい、今もあの体を反ってね打ったんですが、ちょっとあのミート悪かったんですけどね、さあ差は2点です。第1セット14対12。カイトス、モロクマのブロック、村ですか。そうですね、ご覧いただきましょうか。あ、そうですね、さあ14対13、1点差に迫ります。大正大高校もう一本、もちろんモロコマの高いが、ワンタッチはない、やっぱりブロックかかってるからね、やっぱり気にしたんですよね。14対14になって、鎮西高校畑野監督が2回目のタイムアウトです。いいか、もう 0-0 だから今から、ね、2点取った方が勝ちなんだ、ええか、集中して、はい、森田さん、さすがにここまで1セット0、圧倒的な強さを誇ってきた両チームの戦いになりましたね。そうですね、本当に1セット目から好ゲームになりましたね、この段階ではどちらが有利と全く言えないですかね。そうですね、ただね、はい、鎮西が失点してるのはミスなんですね、で大正大が失点してるのはやっぱり相手のブロック、スパイクに、はい、まあ、やられてるわけですね、それはまあやっぱり得点の入り方の差がありますよね、はい、さあ14対14、コート右、大正大、サーブ権を持って速攻を使います。3番のキャプテンの浦部が決めました。さすがキャプテンですね。そうですね、まあ、昨日はコンビのタイミングが良くなかった、自分たちで何をやっているかわからなかった、今日は声を出してムードを良くして頑張りますということを話していました。浦部が決めました。さあこちらは1年生の久保ですが、ない、ありませんか。ワンタッチはありません。15対14、ここで2回目のセットポイントはコート左、鎮西高校です。サーバーはセッターの藤本、きちんとカットは入りました山本に。そして久保、今度は今のはワンタッチを狙いに行きましたよね。ワンタッチ狙ったっていうよりもブロックめがけて打ち上げてますよね。そうですね、もう触らなかったらアウトですよ、はい、さあ15対14、1点差。またサーブ権は大正大高校に移りました。お母さんも大喜びです。これでまたサーブ権を奪い返しました。第1セットセットポイント3回目、鎮西高校。さあそして森久保直樹のジャンプサーブ、こちらは吉田エース、上がっている上がっている。しかし、あ、野呂久保打つぞ、決まったよかったですね、吉田さんのトスをね、はい、第1セット決めたのはスーパーエース、モロクマ直樹、第1セットを決めました。16対14、第1セット、鎮西高校が取りました。
第1セットは大接戦、16対14で鎮西高校が取りました。第27回春の高校バレーの決勝戦、さあ第2セットコート右に変わりました。イエロートルネード、鎮西高校のサーブで第2セットが始まりました。解説は北海大監督の森田純吾さんですが、森田さん、はい、この第1セットの2点差、第1セットをご覧になってどういうふうに。そうですね、お互いね、自分たちのチームの持ち味をしっかり出しましてね、はい、大正大の方はやっぱりその組織バレー、コミュバレー、全員でやっぱり動きましたよね、はい、特にやっぱり吉田川村君のね、君を軸にしてブロックも良し、守りも良かったですよね、はい、それがやっぱりジュースマンになった一つの伝説だと思いますね。鎮西の方はやっぱり浦部君がね、はい、ちょっとこう動きの悪いチームメイトをねよく知った激励しながら惑いましたよね。そうですね、最後はやっぱり決めたのは諸駒君でしたけども、はい、諸駒君自身もそんなに調子よくない、はい、ですからやっぱりこのキャプテンの異常なチームワークというか、チームリーダーというかね、これが非常に光りましたよね、はい。ただまあ本当にあの力の差は全くないというふうに見てもよろしいでしょうね。その通りですね。さあ第1セットまだ両チームとも得点がありません。サイドアウトが、じゃあ第2セットサイドアウトが続いています。時間差攻撃ですが、これを決めました。決めたのは5番の諸熊秀人。諸熊秀人も少しその第1セットの後半から打数が増えてきましたね。非常にねジャンプ力もあって高い打点から打てる選手なんですね、はい。この浦部のサーブは長すぎました。またサーブ権はコート左、大正大高校に移ります。サイドアウトが5回になりました。まだ両チーム第2セットは得点を挙げていません。大正大高校は昨年決勝で深谷にセットカウント3対1で敗れました。その敗れたメンバーが1番川村、2番伊藤、そして4番の吉田、6番の山本と4人残っています。ただそのうち川村、吉田、山本というのは、うん、中学時代奈良の歌の中学で全国中学優勝の経験を持ってるんですね。こういうキャリアっちゅうのはねものすごい生きるんですよ、はい、そして爽やか杯でも優勝しているんですが、まあ、その時準優勝だったのが京都に鎮西の諸熊兄弟が入っている佐賀県だったんですね。そうでしたね、まあ、ですから要するに中学時代からのもうこれライバルなんです今日はね。そうなんですね、ですから諸熊兄弟としても爽やかで負けている分ここでは負けられないという意識もあるんでしょうが、それと森田さん両チームなんですがこの春の高校バレー長い歴史の中でまだ一度も本大会で当たったことがないんですよ。今日が初めてなんですね。そうですか、それはまた珍しいですね、はい。サイドアウトが8回になりました。第2セットどちらが先に1点を取るんでしょうか。ブロックを押し込んだ1番の杉山和也2年生、1m94cm です。身長もありますし手も長いですからね、いいブロッカーですよね、はい。まあ、昨日まではチーム1、10本のブロックを決めていましたが今日も非常にいいブロックを決めています。さあここはバックアタックを使います。ライトからのバックアタック、吉田が決めました。先に鎮西が1点を取りましたがすぐに奪い返します。さあそして1年生奥谷のサーブ、大正大は2年生が4人、1年生が2人です。一方の鎮西は2年生6人、そしてメンバーは全く1回戦から変えていません。ピンチタモン出しませんね。そうですね、まさにこの6人だけで戦ってるんですね。そうですね、毛利さん、この鎮西高校ですがね、はい、畑野監督は今までですねこの2セットに入ってから2度大きな声を上げた、それだけですねどっかりと座っています。そうですか。そしてですね、はい、第1セット終わった後にちょっと話を聞いたんですが、やはり諸熊が試合前もあったように5割ぐらいの出来だと、はい、せめて7割で打ってほしいと。ただ他が頑張ってくれてるんでこれが第1セットので取れた原因かなと、できれば一気に走りたいんだけれども、まあ、こんなこと言ってました、はい。東海テレビの森明敦アナウンサーでしたが、まあ、本当に監督さんの気持ちというのはそういうことなんでしょうけどね。そうですね、試合前も、ね、話しましたらやっぱり1セットポーンと走ったらね、あとはちょっとついてくれないんじゃないかって言ってましたけどね、はい、あれやっぱり決勝戦ですよ。そうですね、大正大もやっぱりそう甘くないですからね。森さん、はい、三宅さんですね、大正大の酒井監督はね、相手だってミスをしてくれるんだと、拾ってつないでいこうじゃないかと、大丈夫いけるいけるというね、言葉飛んでましたね、はい。で試合中もやはりね細かいねレシーブの位置をね、常に指示をしながらね試合を行ってます、はい。大正大ベンチはフジテレビ三宅正治アナウンサーリポートが入りましたが、まあ、本当にそうですよね、 100% ってことは絶対ありえないわけですから ね、 そうですね。で、まあ、もうここまで決勝まで来ますとね、はい、これは考え方は全く五分ですよね、天井からのカメラでご覧いただいていますが、ご覧のようにサーブ権を奪い返して2対1 1点リード。第2セットは大正大高校です。さあここはもう一度大正大攻めるチャンスになるが、しかしあまりいいトスは上がりませんでした。吉田がうまく打てませんでしたが、こちらもちょっと近いか、
今のはよく打ちました。そうですね、ちょっと近くて難しいトスだったんですよ、このトスですね、モロクマナオキが決めています。またサーブ権を奪い返しています。鎮西高校です。こちらは吉田、吉田龍二が決めました。本当にこの大会ね、いい当たりしてますよね。そうですね、まあ、ここまで4試合で 54.5% という決定率、時間差ブロックに入ったんですが吸い込みです。またサーブ権が移動します。モロクマヒデとお兄さんが決めています。2対1。そしてサーバーはキャプテン3番の黒部正義です。カットが乱れます。あまりここまではこういうカットの乱れというのもなかったんですが、しかし久保君がね、タイミング変えましたね今ね。まあ鎮西としてはブロック飛ばない方が良かったかもしれませんね、はい。そして森田さん、この11番がまだ1年生なんですね、また来年楽しみですね、はい。こちらはライトから森田秀人お兄さんです。そして小林智のレフト、よく乗ってる、乗っています。いいトスだった。さあ打てるか、吉田。思わず森田さんがいいトスになった、ナイストスですよ、このセッターの山本君ね。まさに俺の音、仕事はトスを上げるだけ、そういう感じで上げましたよね、はい。まあ、山本はこの試合が始まる前、鎮西相手でも10点を取らせないバレーをしていたいというふうに話したんですが、第1セットは取られました。さあバックアタックですが、ここは決まりました。モロクマ3人来ましたよ、ブロックはね、ね、そうですね、しかし吸い込みです。3対1の第2セット、大正大高校2点リードを抜け出しているんですが、もう一本今度はライトに、またブロックだ、ブロックしました。今度は秀人が打つ、こちらは吉田スタンディングになりました。藤本が上げて、もう一本モロクマ直樹、バックアタックはアウトだ、アウトです。ここはもうモロクマ、モロクマできましたね、はい、セッターの藤本君も、モロクマ、モロクマのバックアタックでしたがアウトになりました。またサーブ権は大正大高校、今度は吉田ですが、あっとこれは長すぎました、ジャンピングサーブ、ちょっと力みましたね、はい。吉田は去年はおどおどしていたが今年は堂々とプレーできますということを話していました。あ、なるほど、去年の決勝まで来た経験が物言ってるんですね、さあ上がっています。モロクマ直樹が軽く返す、大正大ここはどういう攻めを見せますか。レフトへ回り込んでキャプテンの川村が打ちました。藤本上げて、やはりモロクマ直樹、高さがありました、ストレート打ち抜きました。高さもコースも良かったですね、はい、はい。ちょっと身長の低い山本君の上、横ですか、はい。モロクマが決めました、3対2です。鎮西1点。ここはこの1年生奥谷がセンターから決めています。まあ、でも山本君ね、さっきフライングでトス上げましたけどね、はい、こういうコンバルのトスも非常にいいですね、まあ、コンビのチームですから、やはりその山本のトス回しというのはやっぱり、そうですね、大きな重要な要素になるでしょうね。そうそう、やっぱり彼がこけちゃうともう終わりですからね、モロクマ兄弟のお兄さん、モロクマヒデトが決めて3対2。またサーブ権はコートに鎮西高校、第1セットは16対14、鎮西が取りました。第2セットに入っています、決勝戦です。河村、さあここは誰に上げますか。高いトスを上げてモロクマ直樹、ブロックは、ブロックはアウトか、アウトですね。そうですね、先進は入ってるったんですけど、主審の権限が強いですからね、はい。大塚達也ファーストレフリーがアウト、自分の目でしっかりと見たということで3対3の同点になりました。鎮西第2セット追いつきましたが、ここはサーブミス。第1セットから大接戦が続いています。5セットマッチです。まだまだ森田さん、先は長いですね。そうですね、1セット目も重視でしたからね、はい。2セット目も分かりませんよ。ライトから1年生の久保が決めました。この人も奈良県の歌の中学では2年3年と全国中学優勝のキャリアがあります。おっと滑った、大丈夫かな。さあもう一度、今度はモロクマが軽く返す。大正大の方もちょっと乱れているが、ブラッキー、またキャプテンの浦部、はい、ガッツポーズが出ました、浦部正義。まあ、とにかくユースの世界大会に行って、自分はまだまだ
低いんだということで足腰を鍛えなきゃいけない、ずいぶん頑張ったそうですね。あ、もうそれをね世界にって感じればもう十分ですよね。はい、はい、そして将来の夢は日本を飛び出したいという、ああそうですか、本当に世界を目指すプレイヤーになってほしい人ですね。もう一度取った、はい、もう一度今度はフェイント、もう一度、さあ今度は裏で上げて、もう一度センターから打ちます、3枚ブロックですが決まっています。応援席も思わずガッツポーズが出ます。ちょっとね、はい、助走に勢いがないですね。そうですね、まあ、決して元気のあるモノクマ直樹ではないんですが、そうですね、お正代は移動攻撃だ、このしかし拾っています。さあ今度はどうするか、今度はレフト、レフトからサウスポー久保が決めました。問題正代はねよくこのセッター山本君がかき回してますよ。はい、ですから鎮西がね、まともにブロックいけないんですよね。もう大正大はこういうバレーですね。そうですね、トータルバレー、そして移動選手バレーということになるんですが、レフトの吉田ブロックは決まったか、決まりました、ブロックが決まりました。うん、でも大正大はね今ぐらいのやっぱりブロックフォローしてあげないと、吉田君持ちませんね。そうですね、モロクマ直樹のジャンプサーブ、モロクマがサーブを打つと同時にパチパチパチッとカメラのライトも光るんですが、しかし吉田が切ります。これこのレフト、とにかく明るい、そして元気ハツラツファイトマンの吉田です。あっとサーブカットが乱れた。さあ大正大がチャンスボールですが、切り返してもう一度吉田に行きます。ここは決めました。エースいいですねやっぱりね、はい、はい、しっかり仕事してますよ。この吉田龍一、そして河村、河村が技巧派なら吉田がパワフルエースという感じですが、はい、ブロックのフォローはあります。もう一本レフトの小林勤に上がりますが、あーよく打ちました、うん、ちょっとレシーブの位置間違えましたかね、はい、でも小林君もよく打った、ちょっと離れてましたからね、小林はあの1月県予選前に右の親指を剥離骨折しまして、県予選は出場することができなかったんですね。あ、そうですか、まあ、本大会では間に合いましたが、さあここはもう一度鎮西高校にチャンスボールが移ります。藤本もう一度その小林に持っていきます。高い、ここも高さがありました。 1m90cm の小林勤、非常にあのしなやかなフォームでね高いところ取ってますよね、はい、そうですね、さあ第2セットも5対5、本当にまあ第1セットもそうだったんですが、森田さん点差が開くことがないですね。そうですね、まあ、鎮西の鳩野監督は各セットはやっぱり前半ポーンと走りたいけどなという、そうあの作戦持ったんですけどね、大正大がそうさせませんね。そうですね、おーっとここはミスになりました、コンビミス1セット目もありましたね。そうですね、さあこれでまた大正大高校が6対5と抜け出しています。大正大は勝てば20年ぶり4回目ということになります。ここはエンドラインいっぱいに決めてきました杉山。そうですね、やっぱり あまりモノクマエースエースできますとね単調になりますから、こうやってあの杉山君使ったり小林君使ったりしなきゃいけませんね。一人時間差ですがワンタッチがありますか、 ありませんか、ありません。奥谷の一人時間差はワンタッチがありませんで、また6対6の同点になりました。鎮西高校は春の選抜出場は15回あります。最高は平成5年の2位というのがあるんですが、まあ、ちょうどこの時はあの朝日健太郎君という選手がいました、はい、そして脇戸という、まあ、法政大学でも活躍しているメンバーなんですがね。そしてこの時は春が2位、インターハイが2位という成績を収めていますが、インターハイでは昨年このコートにいるメンバーで優勝、全国初優勝を成し遂げましたが、まだ春の高校バレーの優勝はありません。一方の大正大高校は出場が20回目、優勝3回、この優勝3回というのは男子では藤沢商業の5回、総督4回、それに続く優勝回数の多さです。さらにインターハイで優勝6回、そして国体でも優勝4回、まあまさに森田さん、全国区本当にあの大阪を代表するというか、まあ、全国の頂点に立てるチームでもありますね。そうです、日本の高校の強豪ですよね。さあ松川カップですが、ここは止められました。これは止まっています。7対6第2セット、モロクマ秀人が止まりました。奥谷のサーブ、今度はモロクマ直樹、しかしここは拾っている。
久保が2段のトスになってちょっと近いか、押し込みました川村。さあ新勢は杉山、そしてライトから今度は諸熊直樹ですが、パイに入っています。ちょっと今度はゴーダーからちょっと力の抜いた打ち方変えてますね。そうですね、この辺りはどうなんでしょう、意識してるんでしょうか、それとも肩なんでしょうかね。強く打つとやっぱりブロックにかかるということで、なるべくこの高い打点でボールを操作しようということじゃないですかね。はい、バックアタック吉田ですが、ここはワンタッチがありません。ちょっとトスが乱れましたね、珍しくね。7対7のまた同点です。抜け出しては追いつく、抜け出しては追いつくという第2セットも大接戦になりました。アンダーで上げた山本、そして軽く返します。さあ鎮西、やはりレフトから諸熊ですが3枚いきます。諸熊直樹、もう1回今度は2段のトス、ちょっと近いか、あーここは打ち切れない。ちょっとおかしいぞ。そうですね、まあ、本来の明るさ元気がないこの諸熊直樹、まあ、右の肩、まあ、それから世界ユースから帰ってきて靭帯を痛めてしばらく練習はできなかったということもあるんですが、まあ、足の方はもう大丈夫なんですが、ちょっと肩が不安か。スパイクを決めましたのが久保隆です。こうやって見てますとね、大正代のがやっぱりちょっとリズムありますね、ムードありますよね。なんか靭帯はなんかガラッとした感じしてますね。そうですね、その辺りはこの逆転の、浦部が切りたかったんですが、川村決まりました。さすがにここで鎮西高校畑野監督がタイムアウトを取りました。9対7です。サイドアウト取ることを集中して、ね、で逃げたら思い切っていた、ね、攻めていた、いいか、はい、頑張って、はい、鎮西高校は明治21年の創立、108年の歴史があります。あ、これもアウトですか。ちょっとリズムないですね。そうですね、はい、畑野監督がタイムアウトを取ったんですが、どうもリズムが戻ってきません。第2セット10対7、大正大が2桁に乗せました。さあここは諸熊直樹に行きますが、今度はワンタッチがありました。まずサーブ権を奪い返しました。さあなんとかリズムを出すことができるかどうか鎮西高校。今日は鎮西、同じ浄土宗の関係で東京の淑徳学園の入場応援も得ているんですが、高いトスが上がって諸熊直樹が打ちました。そしてブロックの先に当たっています。ワンタッチがあります。こうやってエースがね踏み出すとチームもだんだん足が動いてくるんですよ。はい、こちらが入場応援の東京の淑徳学園です。森さん、はい、友情応援ももちろんそうなんですが、日に日にですね勝ち上がっていくことに、はい、だんだんね鎮西高校は応援団が増えていくんですね。あの黄色いジャンパーの周りに、はい、諸熊選手のファンなんですね。女の子がね結構たくさん詰めかけてきてるのが印象的です。諸熊フリークね。そうなんですよね。そうですか。そしてそれを聞いてお父さんは、まあ、スターになるのはいいことかもしれないけれども、自分を見失わないように頑張ってほしいな、こんなことも言ってました。はい、ここは時間差で流れを切ります。キャプテンの川村慎二。はい、大正大はね、この川村君と吉田君、非常に当たってますよね。はい、まあ、そしてこのポーカーフェイスというんですか、川村ってのはあんまり表情が変わらないですね。これはお兄さんが決めています。諸熊秀人が決めました。さあ10対9と1点差、同点に追いつくことができるかどうか。第1セットは鎮西が取って第2セットに入っています。諸熊直樹のジャンプサーブ、吉田ブロックはフォローがあります。ここが上げる、もう1本レフトになって、吉田3枚ブロックですが、もう一度攻め直し、大正大高校3本目いきますが、まだ拾っています。さあ上がるか、諸熊来るか、バックアタックはネットにかけました。これは決めたかったですけどね、はい、そして大正大高校はメンバーを変えます。第1セットでもちょうどサーブの位置に行った時にこの平翔健を入れてきましたが、またピンチサーバーで起用です。まあ、とにかくサーブの位置で起用されたらサーブポイントは必ず1本取りたいということを話していましたが、まだこの大会ではサーブポイントはありません。軽く押し込みましたが拾っています。いいレシーブになって吉田。さあもう1回大正大は攻め直した。ここはやはりレフトの
吉田龍神に行きますが、まだフォローがあります。トスにできるかな。あ、トスにはできません。鎮西高校チャンスボールだ。野呂直樹、そして地元上げて速攻、決めたのはキャプテンの浦部正義でした。はい、この浦部君のねクイックが速いんですよね。はい、普通のクイックっていうのはねトスが止まってから皆さん打つんですよね。浦部君はトスが止まる前に打つんですよね。はい、あの大正大高校はあの旧ソビエトがやってましたコミットブロックというんですかね、速攻には必ず1枚をつくブロックをやっているんですが、はい、今なんかも完全に遅れてましたもんね。そうですね。日本リーグでもブロック賞を獲得したことがあります酒井純監督が、まあ、ブロックは徹底的に鍛えてはきているんですが、しかしその浦部の速さにまだブロックがついていけません。吉田が打ちました。ここはワンタッチを取っています。さあまたコート左、大正大高校です。第1セットは大正大は取られているんですが、第2セット現在11対9と2点を抜け出しています。このさ、ダイレクト、北見が決めました。12点目大正大。さあここで鎮西高校2回目のタイムアウトです。雑になったらね、まず一つ一つやっていくという集中して力んでやらないよ。思ってきたら通るんだから、溜まってもいいんだよ。ああ、第2セットは大正大高校のリードが3点になりました。とにかく一人一人が役割をしっかりすることというのが鎮西高校の畑野監督の話でしたが、さあここは吉田龍二レフト、もう一度フローがある。そして山本上げて吉田、しかしブロックです。そうですね、トスが近づくとやっぱり鎮西のブロックにかかりますね。はい、今のは杉山君でしょう。あのストレートですね。そうですね、モロクマのお兄さんの方、そうですね、モロクマ秀人の方が止めました。さあ鎮西追い上げ、あーサーブポイント、そのモロクマ秀人のサーブポイントが出ました。ブロックしていい気分でサーブ打ってまたポイントですね。まあ、とにかくこの人が一番の怒られ役だそうなんですが、あ、そうですか。精神的にもう少し強くなってほしいというのが畑野監督ですが、これもサーブカットが乱れました。さあポイントのチャンスを迎えます鎮西高校。誰を使う、どこを使う、バックアタックを使ったモロクマ直樹、これは決まりません。ちゃんと大正大モロクマシュート引いてますね。はい、そして吉田ワンタッチを取りました。入っています、入っています。流れを切ってサーブ権を奪い返しました大正大、エースの吉田龍二です。12対10、第1セットを捉えています大正大。第2セットきっちりとセッター元に帰って、モロクマ直樹バックアタックはアウトか。ワンタッチですね。ワンタッチがありました。キャプテンの川村が今行きまして、ワンタッチはありませんということを主審に言いましたが、これはどうかな、ちょっとブロック見えないな。ワンタッチがどうやらあったということで、サーブ権はまたコート右の鎮西高校に移りました。カットが乱れる。 あれをね、鎮西は1点したいですね。そうですね。さあ大正大高校、平が前に回ってきましたので、センタープレーヤー伊藤をコートに戻します。そして第1セットもこの奥谷に変えまして、サーブの位置で9番の川田純也、この人はなかなかレシーブのいいプレーヤー、ピンチサーバーの位置で起用です。さあ2点をリードしている大正大、果たしてこのまま第2セット押し切って取ることができるかどうか。モロクマ直樹レフトから打ちます。本当に森田さん、あの強打強打というのが少なくなりましたね。そうですね、なんか8割から7割ぐらいで打ってるような感じしますね。ブロックには当てて高い位置では打っているんですが、こちらはちょっとサーブカットが乱れましたが、川村が打ちました。山本君うまく上げましたね。はい、非常にあの空中動作が安定してますね。これを決めています。12対10、得点は動きません。アンダーになりました。モロクマ直樹、今度はこれがね、ネットにかけてますよね。そうですね、非常にあのスタンディングの時にちょっとタイミング悪いんですかね。はい、13対10になりました。第2セット、第2セットを取るまで大正大高校あと2点に迫っています。もう1本、ここはモロクマ直樹3枚ブロック軽く打ちました。軽く打つと確かに決まるんですが、高いんですよね。高さですね。
さっきのバックアタックはやっぱり勝負いってできましたよね、はい、さあ3点差を追い上げる鎮西高校、時間差ちょっと体勢乱れましたが、ここは上がります上がります、そして浦部が打ちましたが、今度は伊藤がトスにして、さあ河村ここは思い切って打った、もう一度返ってくるぞ、アンダーで山本上げて、ちょっと近いが久保返しただけ、藤本アンダーで上げる、そしてモノクマ3枚ブロック、いや2枚、そうここはアンダーで久保が上げます、レフトに開いて待っていました、河村が決めた、河村真司が決めました、今のは河村君はやっぱり打ち勝ちましたね、今日は 55.9% の決定率を誇りました、まあ、信頼感はチーム1です、こちらはモノクマ一投、大熊直樹の分は今度はお兄さんが頑張りますね、1m87cm、まあ、弟の直樹とは 3cm、 お兄さんの方が背が低いんですが、さあ吉田だ、3枚ブロックがつきますが、ここはもう1本、それでもいきます、ブロック、これはアンダーが決まった、2点差となって今度は大正大高校がタイムアウトを取りました、いやでもまあ取れるとこあるやろうな、1本見て、どうかな、1枚でいいから勝負しようかな、向こうも思ってきてんねんから、こっちも行かな思って、そう、はい、1本じゃないか、俺後ろからも呼んだって、上がったもん、とにかく打てよ、ええから、大差するんだ、はい、打て、はい、勝負勝負、ここ勝負、こいわこいわ、1本じゃないか、1本じゃないか、出たい球だ、出たい球だ、さあ、出たい球打たますな、ええか、思ってこ、ジャンプサーブやん、行けやん、さあこのセット4本目のブロックが鎮西に出まして2点差、まあ、一方の大正大はブロックまだ1本、時間差走り込んでいきましたが、うーん珍しく久保君がね時間差をミスしましたね、あまりミスをしないプレーヤーなんですが、やっぱり決勝の雰囲気、はい、で今2セット目リードをしている、そういう気持ちですね、やはりまだ1年生ですからね、1点差、ここはエースに行きますが、止めたのはドロップが入れたんだ、兄さんの方ですね、あそうですね、13対13同点になりました、大正大2回目作戦タイムを取りました、ええー、勝負行こう、はい、やっていこう、やっていたこと、はい、か一番強いやつ行こう、一本、一つ行こう、行こう、行こう、下一番行こう、ここからよ、今頑張らない、行こう、行こう、勝負行こう、行こう、行こう、大正大高校酒井監督、ここは森田さんもう一番強いやつで行こうという指示を出しましたがね、あの勝負ね、当然これ勝負行くんですけども、吉田君勘違いしていけないのはね、はい、思い切って力んじゃいけませんね、勝負行くのと力むの違いますからね、はい、13対13鎮西が同点に追いつきました第2セット、さあ吉田ここはしかしブロックをかけました、藤本が上げてモロクマ直樹バックアタック決まりました、モロクマやっぱり決める人はこの人なんですね、はい、はい、さあご覧いただきましょう、この3枚飛んだところちゃんと、ねね、バックアタックコース打ってますよ、これで第2セットセットポイント1回目鎮西高校、さあエース吉田ここはエース当たります、モロクマ打つんなら俺も打つぞって感じでね、はい、そして川田が前に回ってきましたのでセンタープレイヤーの奥谷をコートに戻しました、大正大第1セットは14対14に追いつきましたが、しかし16対14、第1セットは鎮西が取りましたが、さあ大正大追いつけるかどうか、小林務本当にあのこの人もいいところでよく決めていますね、モロクマの陰に隠れて、ね、あまり目立たないんですけども、はい、チンチンとやっぱり仕事してますよ、さあそして第2セットセットポイント2回目鎮西高校、今度は吉田また決めた、いいですね、吉田君あの力んで落としてませんね、はい、はい、もう一度サーブ権を奪い返します、そしてサーバーには1年生の久保隆、14対13です、差は1点です、あーっと今の北野君が取ってほしかったね、そうですね、さあ大正大のサブのメンバー見つめています、第2セットセットポイントこれが3回目ということになります、大熊秀人お兄さんのサーブ2人ブロック
かしフォロー返っています。さあ鎮西は先頭を取るポイントこの人か、アウト、アウト、アウト。いや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 、まあ、第1セットは最後この諸熊直樹が決めたんですが、ここはアウトになりました。今決めよう、当然決める気持ち持ってるんですよね、その分だけちょっと力みましたね。はい、エンドライン終わってアウト。大正大またサーブ権を奪い返しています。危ない、おっと、しかし、あまあ今小林が押し込んだ形になったんですが、やっぱり緊張してね、タイミングが合わないんですよね。はい、さあ今度はその小林のサーブで4回目のセットポイント。第2セット、鎮西高校、ここは誰に行く、河村、アンタッチはあるか、ないか、ない、アンタッチはありません。スパイクのミスになりました。第2セット15対13、第1セットに続きまして鎮西高校が取りました。セットカウントは2対0、第3セットにこれから入ります。トータルバレー浪速の伊藤選手、大正大高校苦しくなってきました。一方インターハイに続いて2冠なるか、イエロートルネード、鎮西高校、この諸熊直樹が決めます。第1セット16対14、そして第2セット15対13、鎮西が取って第3セットに入っています。まあ、森田さん、第1第2セットともに接戦ではあるんですが、鎮西が2セット取りました。そうですね、やっぱり ね要所要所でのね、はい、ブロック、スパイク力の差が出ましたね。はい、でそれまでね、大正大取るとあったんですよ。鎮西もたもたしてあのリズムなかったですからね。そうですね、で鎮西が苦し紛れに返してくるボールを大正大もお付き合いして落としてしまいましたよね。はい、ですからそこでさっとこう抜くことできませんでしたね。ですから最後までもつれて、最後はもうスパイクブロックに、はい、あってしまったということになりましたね。そうでしたね。まあ、ここまで 1,2 セットで鎮西にブロックが11本、一方の大正大が5本、まあ、この辺りの差も確かに出てるんでしょうかね。そうですね、はい、さあ第3セット、先に1点を取るのはどちらでしょうか。鎮西がこのセットを取れば鎮西の春の高校バレー初優勝、インターハイと2冠ということになります。しかし昨年機会に負けて準優勝の悔し涙に暮れました大正大高校、なんとかここから粘りを見せてほしいと思うんですが、ブロックいます、両チーム。諸熊直樹バックアタック、これもブロックにかけている。さあもう一本、吉田が行きます、3枚ブロック、またブロックが出ました、またブロックが出ました。また諸熊のお兄さんの方かな、いいブロックしてますね。そうですね、森さん、はい、この諸熊のお兄さんの方とですね、それから浦部選手を中心にね、ものすごくいい声がね、先ほどの逆転劇から出てきてます。そうですか。ただですね、畑野監督の方はやっぱり諸熊がね、ダメでしょうというような話でしてね、あの高いトスのタイミングが合わないんだそうですよ。低いトスを打ち切れるけれども、高いトスのタイミングが、これがちょっと練習不足の影響なのかなと。ただ一気に行きたいと、向こうが焦ってればここはチャンスなんだけどな、こんな話です。はい、東海テレビ森脇敦史アナウンサー、鎮西高校ベンチの表情を伝えてくれましたが、さあ諸熊秀人、今日はしかし森田さん、このお兄さん本当にいい活躍してますね。そうですね、あのこの大会非常にいいですよ、打点も高いしね、非常にスイングはあのシャープですから。諸熊兄弟、双子のお兄さん秀人、そしてスーパーエースが諸熊直樹、弟なんですが、ここは軽く返しますが、さあ大正大、一人の下に軽く上がる、そしてバックアタックは、あっとこれは吹かしてしまいました。そうですね、あのね、助走のタイム、あの助走がね、非常に柔らかすぎますね。ですから最後の踏み込む一歩がね、ギュッと入れないんですよね。ですからあの空中でバランス崩れちゃうわけですね。サイドアウトが6回、第3セットまだ両チームともに得点はありませんが、もう一本バックアタック、今のはどうですか。今のはちゃんと踏み込みましたね。はい、でもあのちょっと空中でね、左から下がってまだバランス悪いですね。まあ、この辺りが右肩痛で 1,2 月ほとんど打ち込みができなかったというものに、そうですね、はい、やっぱり踏み込みが弱いというのはもう打ち込み不足ですからね。諸熊直樹、さあこちらは河村、こちらはゴーラを決めていきました。まあ、コースを狙って打つこともできるんですが、ここはピシッと決めていきました。サイドアウト8回になりました。第3セットはまだ両チームともに得点がありません。速攻ブロックは、ブロックはついたんですが、伊藤、そうですね、伊藤君いいタイミング出たんですけどね、あの打った杉山君ですか、ちょっとひねった分だけうまかったですね。はい、今日は一番得意なブロックで頑張りたいという杉山。ここは出た、あ、まあ、正代というのはあの
ミスをしないチームなんですが、今日はこういうちょっとレシーブミスが出てきますよね。そうですね、うん、でも良かったですね今のね、はいはい、キャプテンが切ります。まだ川村君いいですよ、はい、これでサイドアウト10回になりました。まだ第3セットは両チーム得点がありません。ちょっとトスが引っかかったかと思ったんですがアウトですか。 うまくブロックを下げたんですけどね、その分だけ出ましたね、はい、浦部の速攻はアウトになりまして、大正大高校が1点を取りました。平成4年に大正大附属高校から附属が取れまして、大阪商業大学高校大正大高校というふうに名前が変わりました。さあしかし 1,2 セット取られています。こちら大正大高校、昨年準優勝、2年連続決勝へ進出してきています。なんとかその悔しさを晴らしたいというのが昨年もコートにいた2年生の4人なんですが、さあ先に1点を取って、そしてこの後引き離すことができるかどうか大正大高校。藤本、そこバック、伊藤が止めた、伊藤が止めた。いや、やっと1枚、わー、ワンハンドですか、今ですね、止めました。タイミング、ドンピシャリでしたね、はい、このセンターの伊藤の頑張り、まあ、昨日はちょっと精神的に崩れてしまったんですが、今日はとにかく頑張らなければいけませんが、またバック出ました、はい、また伊藤ですかね。そうですね、3対0と大正大抜け出して鎮西高校がタイムアウトです。淡白になったらね、なんか攻撃も絡みでやってるから、この力んだらダメ、ね、しっかり飛ぶ、まずタイミング合わせて、なんか、鎮西高校はこの春の高校バレー過去15回出場しているんですが、まだ春高バレーの優勝はありません。平成5年の2位というのが最高です。まあ、森田さん、何度か畑野監督優勝のチャンスもあったんですが、あの、エースが故障してしまったりとか、ね、風邪いたりね、非常にアクセントが多かったですね、はい、まだ春の高校バレーの優勝はありません。あの校長先生も今日来てるんですけどね、はい、ようやくここまで来ましたよ、言ってましたね。ちょうどあのベンチのすぐ裏手でね、上田校長が、はい、ご覧になってるんですがね、3対0となりまして、さあこのブロック、またサーブ権は大正大高校に移っています。藤本上げる、これはワンタッチがありますね、はい、うまくいきましたね、今のね。小林勤、小林兄弟、双子の弟、決めまして、またサーブ権を奪い返しています。第1セット第2セットともに接戦ではありましたが、鎮西高校を取りました。速攻、今はちょっとブロックの突きが遅れました。奥谷の A クイックが決まりました。ナイスタイミングでしたからね、もう大勝利あとないんですからね、もう押せ押せですよ、はい、ここはね。そうですね、速攻のジャンプ差、カップはきちんと返っている。ライトから諸熊秀人ですが、このクロスはアウトです。サイドラインを割りました。4点目が大正大高校に入ります。ちょっと鎮西に2セット取って、心のエアポケットありますかね。先ほどあの森脇アナウンサーからリポートが入りましたが、まあ、ここは一気に行きたいというところでしょうね。2セット取りましたからね、はい、やっぱ1セット取られたら次はとどうなるか分かりませんからね、しかし点差は5点と、まあ、これ 1,2 セット通じてこれだけ開いたの初めてです ね、 ですね。もうサーブカットは乱れました。さあ大正大はチャンスボールだ、ポイントのチャンスです。山本はエースの吉田に持っていって決まりました。これで6対0になりました。鎮西高校2回目のタイムアウトです。気持ちが淡白になってバラバラになったら、まずサイドアウトをしていかんと、ね、点数やらんかったら点数くれるんだから、それがバレーだから、ね、
鎮西畑野監督気持ちがバラバラになっているということを森田さんおっしゃってましたね。まあ一つの油断でしょうね、そうですか、はい、1、2セット接戦で取りました。第1セットは16対14、そして第2セット15対13で取ってセットカウント2対0で第3セットに入っているんですが、6対0と第3セットは6点リードを奪われています鎮西高校。そして大正大は4番の吉田が決めました。ちょっとね心に隙できますとね、それをこう修復するの大変なんですよね、はい、ですから鳩野監督は一気に攻めたいっていうことを言ったんですよね。さあここは諸熊直樹、ここは高さがありました諸熊。まず鎮西は1点を挙げるっていうことですね。まず1点取って、スパイク決定率今 77% と出ていましたが、すごいですね、大変に高い、はい、まあ、昨日は 50% いきませんで 41%、非常にまあ本人にしては不満な数字でしたが、バッターエースっていうのはやっぱ当然打数が多くなるでしょ、はい、打数が多くなってね 77% は素晴らしいですよ。そうですね、サーブ権はしかし大正大高校、大正大もきちっきちっと相手を切ってきます。ここは決めています。今のは決して 100% の力では打ちませんでしたが、高さで打ちましたね、はいはい、さあ6対0とリードは6点、サイドアウトが5回になりました。杉山のサーブです。カットが乱れます。2段のトス軽く返しただけ吉田、こちら藤本、そして諸熊一人ですがブロックは吸い込んでしまいました、吸い込んでちょっと全然形がなってませんでしたね、はい、逆に大正大はねリードしたからって安心しちゃいけませんよ、はい、やっぱりそれなりの攻撃力あるチームですからね、はい、やっぱりじわじわ来ますよ。1点が入りました鎮西第3セット、ブロックはこれはアウトです。ワンタッチがありました、はい、ありましたね、打った本人にぶつかりましたね、さあブロックがまた決まりました。6対2 4点差、大正大ここは流れを止めたいところですが、やや鎮西にまた流れが出てきました。アットサービスです。さあサーブ権はコート右、大正大に移ります。高いトスを放り上げて諸熊直樹決めました。確実に決めてきます諸熊です、ね、これ締めましたね一回ね、はい、はい、ここはきっちりセッターに帰って時間差、河村君、はいはい、どんどんこういう動きしないといけませんね大正大は ね、 そうですね、精神面でもチームの柱キャプテンの河村、この人も全国中学爽やか杯と中学時代は全国2冠をなっています。おー高い、決めたのは5番の諸熊秀人、ね、やっぱ2セット目から非常にこのお兄さんいいですね、はい、今は鋭角的なスパイク決定率は 57% と出ていましたが、さあ山本が上げて、そして奥谷です。吉田バックアタックからフェイント、3枚ブロックが飛んでいてきついと見ていましたが、さあ今度は大正大高校の酒井監督3点差に追い上げられてのタイムアウトを取りました。あのなレシーブ下がるときに全部後ろに勝てるよ、あれ前に来てんねんから、あのフェイントボールでも例えば強打ボールでも前に拾わない、それを拾わないってなれへんねん、ここでお前元気なくさかんよお前、先の気持ちがあるぞ。森田さん、6対0から6対3、大正大が止まりましたね。止まりましたね、この中盤の構成っていうのはね、割とこうリードしちゃいますと難しいんですよね。あ、そうですか。これでまた1点が入りまして、この1点でも分かりませんね、2点差に追い上げてきています、はい、諸熊直樹のジャンプサーブが続きます。ここは軽く打ちましたが、さあ大正大サーブ権を取ることができるか、ブロックちょっとトスが短い、はい、吉田またブロック、ブロックにかかった、今のは杉山君かな、あと3番の浦部君ですね。第3セットこれが3本目ですね、もうね、さあ1点差、あっという間に1点差です。ここは
同点に追いつけるかどうか。モロクマまたフェイントだが、今度はブロックが、いやタッチネットがあった。大正大タッチネット、大正大つきないですね。このゲームでもそうなんですが、大正大がこれだけ連続ポイントを取られるっていうことはなかったんですよね、なかったですね本当にね。6対0から6対6同点になりました。昨日の準決勝は深谷相手に第2セット、1対10から逆転して取ったのが大正大だったんですが、そして2番の伊藤に変えて3番の平翔健、またサーブの位置で起用しました。オールラウンドプレーヤー、1、2セットに続いて第3セットも起用です。さあ6対6同点です。小林トム、これは上がります。トスにはなるか、あっと1年生の久保、ね、ちょっと6点で止まってからおかしくなりましたね。そうですね、これちょっと安心がありましたかな、昨年決勝で深谷高校に敗れて涙を飲んだ大正大、2年連続決勝までは上がってきました。今年の相手はスーパーエース諸熊奈を起用する熊本県代表の鎮西高校です。 1,2 セット取られて苦しくなっています。エースの吉田、まだ上がっているか、決まりました。ナイスパーでしたね。ただ鎮西の方が非常にいいレシーブするようになりましたね。そうですね、森さん、はい、乗ってきた鎮西ですかね、諸熊直樹選手が、ね、先ほどのタイムアウトの時に、はい、ちょっと右の、ね、足のふくらはぎですか、ふくらはぎ、少し痙攣を起こしてますね。肘を伸ばしてもらうというシーンが見られました。今もね、先ほどからぐる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 と少し右の足のふくらはぎ気にしてるんですよ。あ、ちょっと心配ですね。森田さん、この辺は1、2月に練習ができなかったという体力的な面もあるんですかね。それとね、これだけ打数が多いし、はい、やっぱり決勝戦という心理的な重圧、この2つですよ。そうですか、まあ、とにかくこの大会はここまで4試合鎮西高校は戦ってきているんですが、諸熊の打数が106本ですか、合計で、まあ、これチームの次に多いのが諸熊高校、兄さんの57本ですから、全然ね、倍打ってるわけですからね。それとね、家庭を離れてね、お母さんの食事できないでしょ、だから栄養バランスもね、やっぱり痙攣の一つの原因になるんでしょ、はい、90、今 80% 近い、決定率が出ていましたが、さあここは何としても大正大追いついていかなくてはいけませんが、ネット上の押し合いだ。ここはワンタッチをあります、決まりました。最後の追いかけてますね、はい、諸熊直樹は最後の最後まで追いかけましたが、ここは決まりました。8対6、しかし6対0から逆転されています。大正大高校ジャンプサーブ吉田隆二ですが、あっとアウトか、ジャンプサーブはアウトになりました。こうなってきますとね、さっき2セット目に鎮西が動かなかったですね。そうですね、今大正大がそんなムードになってますね、はい、まあ、昨年の決勝は1年生4人入っていましたから、まあ、何をやっているのか分からなくてボロボロだったが、今年はそんなことがないでしょうということでしたが、しかし鎮西高校の高さ、そしてスーパーエース諸熊立ちはだかります。ここで2回目作戦タイムを取りました。9対6です。さあ、いいニュージョン、いいニュージョン、お前お前、またあとへ、うどあと、また、うどお前、また、うどさよ。大正大高校は坂井淳監督は28歳、まだ若いんですが、上野久志総監督、まあ、今年38年目、実は来年の3月で定年を迎えられるんですね。まあ、過去優勝選抜3回、それからインターハイ6回、そして国体4回、これはいずれも上野監督時代の優勝なんですね。まあ、そして全日本の今監督の辻愛さん、その他柳本さん、真鍋さん、そして清水さん、松田さん、上田さんと、まあ、とにかくセッターを育てるのが非常に上手な、そうでしたね、セッターとつなぎの選手ね、非常にうまかったですね。だんだんそういう名称が、まあ、年の関係ですけどもね、去っていくのは寂しいですよね。まあ、その定年を迎える前にもう一度とにかく全国優勝というのが、うんうん、この大正大高校の願いなんですがね、10対6になりました。4点差、ネット上、さあ前衛に諸熊がいます。その諸熊直樹、レフトから打ちます。ここはまだつないで拾っている。浜村軽く返す、ちょっとね、第一のトスが乱れてますね、はい、ブロックは1枚、フォローがありました。杉山、今度はバックアタック、諸熊ひどとですが、こ
ここはしかしバックにかけました。大正大また9番をつけました川田純也をピンチサーバーで起用です。1、2セットと同じように第3セットも起用してきました。10対6、その差は4点。さあ追い上げたい大阪第一代表大正大高校。もう一本もろくまひろとバックアタック、今度は決めました。藤本君うまいですね、ミスをしたのをすぐ取り返すようにトス上げてますからね、はい、ですからあの選手はね自信持って次のプレー次のプレー入ってくるんですね。このもろくまひろとも中学時代佐賀県で爽やか杯準優勝、その前に立ち上がったのがこの大正大のメンバー3人です。強烈なスパイクをしました。吉田龍二のバックアタックが決まりました。エース吉田決定率は 74% と出ています。ああこれ大正大もう1点2点欲しいですね。そうですね、止まったままですから6点から止まっていますが切った、キャプテンの浦部が切りました。ナイス速攻ですね。この速攻やられるってことは、はい、大正大のサーブが弱いですね。ああそうですか、セッターの藤本の逆に崩してる。そうですね、河村思い切って打ちますが、そして浦部が上げてブロック、3枚モロクマ直樹は取れました。3枚ブロックでした。さあご覧いただきましょう、はい、3枚ぴったり取れました ね、 そうでしたね。さあ10点からは動きません。なんとか追い上げたい大正大、もう1本今度はモロクマヒレト、レフトからモロクマヒレトが決めました。こちらもスパイクの決定率が上がってきています。サイドアウト10対6で6回目、1年生の久保、藤本はバックアタックモロクマ直樹、ブロックを弾き飛ばします、はい、もう当たった時にブロックのね、はい、最初のブロックの形がね当たった瞬間にずれてるんですね。そうですね、それだけ馬力あるんですね、はい、高さパワーは超高校級モロクマ直樹、11点目が入りました。鎮西ここはエースが決めています、うん、もう大正大エースですよね。そうですね、はい、さあそしてピンチサーバーレシーバーで起用しました川田、前に回ってきましたので5番の奥谷信彦をコートに戻しました。しかし森田さん、大正大は6点から動きませんね。困りました ね、平田証券小林勤決めます。この人も本当に陰でいい活躍をしています。で、今ちょうどいいコース打ちましたよね。森さん、はい、この大会初めてですがどうも選手交代がありそうな鎮西高校です。6番の小林悟、ひょっとしたらもろくまの足の具合かなという心配がありますがどうでしょうか。まだこの大会4試合で誰一人としてメンバーを変えていません鎮西高校ですが、さあ12対6になりました。春の高校バレー優勝まであと3ポイントと迫ってきています。ここは上がっています、上がっています。モロクマ直樹バックアタック、これは決まらない、飛んでないね。そして2段のトスになって久保ライトブロック、ブロックが決まった、杉山が決めました。ブロックこのセットもこれが5本目ということになりました。さあここはもうメンバーチェンジ、大正大8番の林譲を入れます。1年生の久保に変えて林を入れました。ね、大正大の6対0からですからね、1点も取れませんからね。13対6です、はい、吉田ここはフォローがある、藤本が上げて、ここもモロクマ直樹バックアタック、決まったモロクマが決めた。さあマッチポイント1回目、鎮西高校夢の春の高校バレー初優勝まであと1点、この優勝旗が待っています。マッチポイント1回目、吉田だ、ここは切りました、吉田が切れていっています。さあ苦しくなった。そしてこちら8年連続16回目の出場で、そして決勝3年ぶり2回目の決勝戦進出、鎮西高校はサーブミス。そうですね、手が縮まりましたね。これで2回目のマッチポイントです。ここで大正大高校はメンバー久保をまたコートに戻します。落ち着け落ち着けというのがコート左、モロクマ直樹祈る気持ち、大正大そしてマッチポイント2回目になります。サーバーモロクマヒデトお兄さん、セッターに帰りました、吉田エース、ブロックフォローがある。今度は久保が上げて、もう1本レフトをした、3枚ブロック、
鎮西高校インターハイに続いて2冠、春の高校バレー、夢の夢の春の高校バレー優勝、スーパーエース諸熊直樹を擁して春の高校バレー熊本県代表鎮西高校初優勝を成し遂げました。涙涙が見られました。諸熊直樹です。第1セットが16対14、そして第2セットが15対13、第3セットは差がつきました15対6、セットカウント3対0、熊本県代表鎮西高校3年ぶり2回目の決勝戦進出で初優勝を成し遂げました畑野監督です。そして一方大正大高校は2年連続決勝進出、しかし今年も準優勝の悔し涙に暮れています。さあ森田さん、はい、第1第2セット接戦で取った鎮西が、第3セットも大逆転で結局は取りましたね、要するにもう力ですね。あ、そうですか。ブロック力とスパイク力、それとやっぱり各々がきちんと自分の仕事をしましたよね、はいはい、そこにやっぱり一つの勝因があったと思います、大正大も 1,2 セット非常に頑張りましたけどね、3セット目にね 6-0 とリードしたところでもポツンと自分たちのバレーができなくなりましたね、はい、まあ、そこにさせなかった鎮西の強さっていうのがあったと思うんですけどね、大正大は本当に2年連続悔し涙でしたが、まあ、しかし振り返ってみればこの大会鎮西高校1回戦シードでこの試合が5試合目なんですが、あ、ここで畑野監督胴上げが始まるようですが、結局1セットもセットを落としてないんですね。完璧でしたね、はいはい、インターハイに続いて畑野監督の胴上げ、全国2冠を達成しました熊本県代表の鎮西高校です。本当に森田さん、鎮西の強さが目立った大会でしたかね。その通りでしたね、はい、第27回春の高校バレーはこの熊本県代表鎮西高校が見事初優勝を成し遂げました。